子猫ブローチ子猫が糸車で遊んでいる姿を表現したブローチですいわゆるキティ子猫ですね顔の表情なんかもすごいリアルに表現しています頭なんかを見ても小さい 猫たちの毛並みまで綺麗に彫ってて背中なんかもすごいですねところどころにローズカットのダイヤがはめこまれておりこうして動かすとキラキラリと光りますそして顔が可愛いですね目にちっちゃいガーネットがはめこまれています手の動きなんかもすごく躍動感があって今にでも動き出しそうです この構えた姿なんかも本当に猫の表現を適切に表現,表現捉えていますね。で、金の温帯にシルバーの糸がついた糸車、これなんかも本当にコロコロ転がってきそうです。尻尾なんかも可愛いです。 先端にはナチュラルパール天然真珠がついています状態も非常に綺麗です裏を見ると裏は本体は金でできていて石の裏にはオープンセッティングになっている19世後期以降の作品だとわかりますで留め具が 昔のストッパーのついた留め具、このブローチが丁寧に作られている証拠でもあり、またこうした留め具は1900年頃以降に多く見られるんで、シルバーフロント、ゴールドバッグですが、ちょうど1900年、ビクトリアンからエドワーディアンに変わった頃に作られた作品だと思われます。イギリスで猫のブローチ。 指輪、ペンダント、それら、ジュエリーに出会うことは意外にも少なく、見かけても、あ、これ、タイの工場で作られたものだとか、あー、この形どっかで見たことあるな。イスタンブールで作ってたものだ。ポルトガルで作ってるものだ。いや、これ、あれだ。あのシ理屋リアのうまい職人が、イギリスで、 実はリプロダクションを作ってた作品じゃないかそんなものが多いんですよねだからこうした本当に時代のある作品っていうのは猫のものではなかなかないですですがやっぱり昔のものは一個一個丁寧に作られてるんで非常に躍動感があって作りがいいです詳しいまたサイズや価格 説明などは当店のホームページをご覧になってみてください。はい、かわいいですね。